独特ですよね、やっぱり日本人のそのあれっていうのは、うん、そこはやっぱり面白いんじゃないですかね、向こうからすると。でね、いろんなダルの、まあ、YouTube とかも見させてもらってるけど、ベストラインをやってないんだよね、うん、あなたは、うん、やってましたね、はい、それはなぜやらないのか。自分本当あの好きな選手いっぱいいるんですよだからもちろんその上原さんもピッチャー好きだし、うん、松坂さんも大好きだし、うん、でマー君も大好き、金子千尋さんもういっぱいもう挙げ出したら斉藤和美さんとかいるから、一人を選んでしまった時に、うん、すごくこう他の人に申し訳ない気持ちになってますよ、うん、だから選べないです。俺も申し訳ないですよ、ね、思いながらピッチャーはダルって言ってる。あ、そうですか。そりゃそうだよ。そりゃ江川さんもおって対戦してて、でも俺見てて、あ、このピッチャーが一番すごいなと思うもん、うんうん、でその証言を立浪に取ったことがある、うんうん、で立浪どうだって、お前が一番嫌だったピッチャー誰、打てないって本当に感じたピッチャー誰だって聞いたら、いや、ダルビッシュですよ、うん、立って一球見た時がこれは打てんと思ったって、そんなピッチャー初めてだって、それを感じさせてくれたの、って言ってた。で俺も見てて、何回も取材行ってて、一番だった、はい、俺は心を鬼にしてベストナインを作ったんだよね。ベストナインは難しいですけど、まあピッチャーはいいよ、はい、キャッチャーは。いや、キャッチャー誰なんだろう。じゃあさ、一番こう、うん、まあ、投げやすかったっていう人、まあオールジャパンも含めてメジャーも含めて鶴岡さんです。おお、そう、それはなんで。やっぱり性格的な部分とか僕すごく大事に、スローイングだとかキャッチングとかってあんまり僕、うん、あの気にしなくて、鶴岡さんがそのキャッチャーのレベルでどうなのかってわからないんですよ、うん、ただ性格的に自分がその要するに若い時すごいわがままだった、マウンドでもやりたいことしたっていう時でも受け入れてくれてるっていうのは、うん、それに対してこうなんだって思う人はここでこうぶつかるんですよ。あ、まあ、それはそうだ。それが僕とにかく不快感だったから、うん、まあ、わがままなんですけど、でもそれを全部受け止めてくれるところがあったんで、自分はいつでも鶴岡さんだって今でも思ってました。鶴ちゃんの株がガーン上がった。いやいや、今もう絶対鶴岡。いや、いや、でもね、言ってた、うん、やっぱ相手の性格も見てちゃんとリードしてあげないと、うん、絶対キャッチャーとしては受け入れてくれない、うん、それは本人の口から言ってたよ、うん、それは誰が相手とかじゃなくてもね、うんうんうん、ファーストは、いや、ファースト誰だろう、まあ、例えば牽制が投げやすかったでもいい。でもファーストこうやってね、ずっと話をしててあんまり意識してないよね、はい、分かんないですね。分かんないよね。でも影響をすごい受けたっていうのは、うん、僕がこうもっと頑張ろうと思った理由であったりとか、ピッチャーがどんどん好きになった理由のピッチャーはやっぱ松坂さんですよ。僕あの中学校3年生の時に2年生とか、うん、京セラドーム、当時の大阪ドームに見に行って、で松坂さんまだその1999年とか2000年ぐらいですね、初めて156キロを投げた試合僕見に行ったんですよ、うんうん、受けバッター中村のりさんのヒロさんのファール後ろに打って156キロって、それまでマックス155で、それを見てもうずっとその後何週間も俺は156キロ見たって言ってたし、プロ入ってやっぱりすごいなと思ったらやっぱ松坂さんで、あの人に追いつきたいなと思ったのも松坂さんで、そこから努力全部始まっていったんで、いろんなことが、僕はやっぱ松坂さんの影響すごく大きかったですね。ベストナインって言われるとあれですけど、ベストナインやめよう。そうですね、ちょっと難しいですね。いやいや、でもなんて言うんだろう、投げてて、うん、どんなバッターが嫌なの。どんなバッター、でもやっぱり僕は投げてて好きなのはホームランを打とうとしてくるバッターはやりやすいです。だよね、うん、だからちょこちょこ、ね、やっぱりメジャーで今もあんまりいないんですけど、うん、やっぱ今回来て、まあ、ちょっとあの練習試合とか、まあ、その中日さんとかと、まあ、こう投げさせていただいた時もやっぱりこうちょこちょこするバッターいるじゃないですか、うん、はやっぱりずっと対戦し慣れてないんで、うん、やりづらいなっていうのがありましたね。まあそりゃそうだよ、もっと振った方がいいよみたいな、振ってくれたら楽なんですけど、うん、もう最初からライト前を狙いに来るとか、コンタクトだけを最初からしてくるとか、うん、それはやっぱりちょっとやりづらいなと思うんですよね。日本ハム時代にこのバッターだけはどう投げてもダメだっていうのはいた、まあ、僕どうですかね、やっぱり松中さんはすごかったですし、あ、うん、松中さんすごかったですね。で僕結構打たれてたのは西武のあの石井善人さんってあの左バッターもそうですし、あと楽天にいた中村雅人さんってあの打ち打ちだったり、まあいっぱいいましたね、そう考えると。でもマウンドでよく解説者とか言うじゃない、はい、いやもうちょっと向かっていった方がいいよとか、はいはい、向かなかったことはないよね今まで。はないですね、そういう気持ちはなかった。昼のことって全くないです、まあね、それはなかったですね
まあそら感じたことないもんな。俺が覚えてるのが札幌ドームで岩隈と誰が先発で、開幕戦ですか、開幕だったかな、投げ合った試合で5回まで2人ともパーフェクトかフォアボールどっちかが1個ぐらいでいってたんだよね。そういう時の意地の張り合いっていうのはあるでしょ、やっぱピッチャーって。それはあんまり感じない、全く覚えてないですよ、それを。ああ、そう、あれなんですけど、でもあんまり僕そのイニング間とか試合見てないんで、だからその、まあ、自分のことだけやってるっていう感じなので、相手ピッチャーと投げ合ってるっていう感じがあんまないんですよ、まあ、でも結構、まあ、岩隈さんとか例えばあの田中将大君とか涌井君とかはそれを結構感じるピッチャーだったので、まあ、楽しみには毎回してましたけど、メジャーでは今誰と投げ合うのが楽しみなの？誰と投げ合うかっていうよりかは、どうせ明日に投げるのが好きです。それはなぜ？やっぱりすごいからですね。やっぱりそのゲームプランもそうですし、その去年になって特にラインナップ見て も本当に隙がないですし、ちょっとミスしたらダメだし、ボール球も振ってくれないし、ファウルされるしっていうところで。じゃあもうちょっと残り少ない時間なんだけど、2つ質問があります、はい、ピッチャーとは、俺ね、野手からするとね、ピッチャーってスターなんだよね、野球選手の中でも、これなぜかというと、やっぱりみんなね、ピッチャーに憧れて野球を始め、だん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 球拾いになっていくんだよ、でもそこで最高峰でピッチャーでマウンドに立てる人っていうのは、どんな人でも俺スターだと思ってる、ピッチャーとは、ピッチャーでも、まあ、難しいけどね、まあ、でもやっぱり特に先発に関してはやっぱりすごく試合の勝敗 その分けるすごく責任のあるポジションなので、まあ、僕としてはやっぱり責任はすごくあるポジションだとは思ってますけど、それ以上はないですかね、特にそのスターだとかそういうの思ったことないんで、ピッチャーは俺はスターなんだよね。だから憧れるのを頭を持ってていいなって。だってこの人が球を投げないとスタートしないんだもん、ゲームが。いやでもそれがアメリカだと今はもうピッチャーの評価はあんまり高くないわけですよ、野手に比べて。ああ、そう。で野手は毎日出て、でいろんなジャラジャラつけてホームラン打って、まあ、かっこいいんですよね、向こうだと。だからもういろんなそのピッチクロックっていう今ルールであったりとか、なんかそういうの見てもピッチャーもどんどんバッティングマシーンにさせられていってるんですよ。とにかく投げてくれ、ホームラン打たれてくれなんですよ。で今粘着物質がどうとかもめっちゃツルツルのボール渡しておいて、そういうのは一切使うな、もう投げづらい状況で投げろと。だそういうの見てもやっぱりどんどんメジャーではやっぱりこのピッチャーの肩身って狭くなっていってるんですよ。だから日本とまた全然違うんですね。こっちはやっぱ先発だからすごいピッチャーすごいって言ってくれるんですけど、だからちょっとそこはなんとも言えないです。なるほどね。じゃあ誰にとって野球とは？野球、野球はだからその自分が一番好きなのはこういろんな試行錯誤をすることが好きで、いろんなトレーニングがここでこうやって野球になるんじゃないか、だからそういう日々のあれやこれややる自分のそのを表現する場所っていうところですね。で、まあ、変化球はもちろんすごく好きなので、まあ、そこはもう本当一番の自分の趣味じゃないですけど、ですけど今はもうどんどんやっぱり年を重ねるにつれてプロでのキャリアが長くなるにつれて日々こういろんな試行錯誤をやってる、まあ、その表現する場所っていう感じですかね、野球っていうのは。いや今日はね、本当に貴重な時間をいただいて、はい、ものすごい勉強になったけど、日本の言葉で心技体ってあるじゃない、はい、これはもう当たり前なんだよね、ここに思考がついてるよね。本当ですか？だるわ。ありがとうございます。だからすごいなと思って、俺もなんかこうこれから成長できそうな、やっぱり勉強することって解説することによって、サプリメントの話もそうだし、だから技術的にどう考えなきゃいけない、裏の努力も見ていかなきゃいけない、それによって話さなきゃいけないっていうことがすごく勉強になりましたよ、ありがとうございます。いや本当で、最後にアメリカ行っていい？もちろん。いや遊びに、はい、いいっしょ。いや応援に行きたい、はい、むしろ皆さんでもカメラ持ってぜひ。いや行っていい？もっと話しましょう。いや俺ね本当にトレーニングやってる姿も見てみたいし、で子供と遊んでるところも見てみたいし、でどういう目の動きで子供を見てるか、そういうことも見てみたいし、やっぱ目配せっていうのはすごく大事 で、で食事の時もキョロキョロ見ながら、こう、ね、笑顔で見ながら鋭い視線を送ってたりだとか、ものすごい人間的にもっと興味が湧いた。ありがとうございます。いやだからぜひ行かせてもらいます、はい、いいですか？お待ちしてます、はい、じゃ あの連絡します、はい、サンディエゴでね、また35ね、夜は冷えるよね。いやまあ大丈夫です。そうだね、サンディエゴはちょっと温暖な。あ、ほんと、あのトップガンのロケ地になったの知ってるよね。ちょっ
ょっと分かんないですね。ええー、トップガンっていうのが。トップガンって映画じゃない。ああ見たことない、ね、見たことない。映画見ないんだ全く。ああそう。いやそこのロケ地 の, あのレストランとかあるから、うん、すごくおしゃれな、ね、はい、今度紹介しますとは偉そうに言えないんだけどまあちょっと行きたいなと思うね、はいはい、いや本当に世界一になれるように応援してますし、はいはい、本当に世界一のピッチャーだというふうに思ってるし、はい、なんかその人とこう対談できたっていうのが本当に光栄で、本当にありがとうございました。ありがとうございます。いや本当にこれで締めていいのかな、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。いや本当にまたって本当にやってくれるの。いやもう全然本当にもういくらでも僕は喋ります。いやでもねすごいね、考え方が。いやいやいや、すごいっすね。いや、すごいっていうか、やっぱそうじゃないとメジャーで通用しないのかね。そんなこともないと思うんだけど。まあ、そんなことないですね。これはもう自分で勝手にこう、自問自答を日々して見つけていったというか、あれだったので。やっぱり一番多かったのは自分が価値がある人間じゃないっていう、こう一般の方とかファンの方とかこう、わーってすごい目線こう送ってくれるけど、そこって一瞬こういう風に見えるじゃないですか。選手がこうで、ファンの人がこう見てるっていう感じだけど、それは本当じゃないっていう時に気づいた時に全部変わりました。それは何がきっかけで気づいたの？いやだからこう2020年ぐらいに最多勝を取って、それは短縮シーズンで、はいはい、で、まあ、いろんな人にこうすごいですね、すごいですねとか言っていただいて、まあ、その時ちょっと嬉しかったんですけど、なんかすごい違和感があったんですよ。これって本当に自分ってすごいんかなって思った時に、そこからだから2021年、1年間もう本当に精神的におかしかったんですよね。過去の自分はすごいってある程度思ってた、価値がある程度ある人間だと思ってたけど、そうじゃないんじゃないかって気づき始めて、んで日々自問自答して、もう本当に苦しかったんですよずっと。で、まあ、やっぱり野球ってじゃあ僕らすごい評価されてるけど、でも一番最初に野球のルールを作ってくれた人がいて、そこに自分たちが生まれてきたその才能がたまたまあっただけじゃないですか、うん、そう。それに僕らがすごいって言えるのかっていう、こんな偉そうに、ね、いろんな遊びに行ったりして、うん、俺は誰誰だっていうのがするべきじゃないんじゃない、できないんじゃないかなと思って、一番最初にそういう人たちがいなかったらもいいだろうし、自分のお父さんお母さん、もっと言うと先祖の人たちが一人でもかけてしまうと、今のこの評価ってされないわけじゃないですか、うん、じゃあ俺ってすごくないじゃんって思って、だからそこのファンの方とか、まあ、そうやってすごい視線で見てくれるけど、でもそれはあくまでその人たちもその野球っていうその誰かが作った価値観の上に僕らの才能が合ってることに対して評価してくれてるだけで、それも僕からすると幻想というか本当の評価じゃないって思ってるんですよ。だからそこに気づいたのが、全部すごくファって僕のことをちゃんとこのニュートラルにしてくれたっていうところがちょっと難しいかもしれないですけど。いや俺ね、うん、メジャーの選手であれだけの高額な年俸をもらう、うん、でただ野球ができるだけであんなにもらっていいのかっていうことが俺疑問だった、うん、ずっと疑問だったの、うん、なんかねポンと落ちたわ、うん、これはなぜかというと、その人の人間性に出してるんだね、うんうん、だから成績ももちろん、うん、その能力的に高いものがないと出す価値もないよ、うんうん、だけどその裏にはそういう人間考え方、うん、そこに対しての価値なんだと思うわ、うん、そんな野球だけであんな年俸もらっていいのって、うん、じゃなくてやっぱメジャーの選手ってステータスがそういう考えに到達していくと価値があるよね、うん、僕はやっぱりグッズの売り上げとかもちろんあるけど、こっちの選手に比べて人間的に、まあ、成熟してる選手がやっぱ多いので、そうですね、まあ、それは確かにそうかもしれないですね。参りました。いやいやいやちょっと話なんとなく分かりますか、言ってること。めちゃくちゃ分かるよ、めちゃくちゃ分かるし、これ見た人はめちゃ、まあ、今のも撮ってた